記者会幹事を務めております t b s テレビの高橋と申します愛子様におかれましてはこの度20歳の誕生日をお迎えになり青年後続としてご活躍されておりますことを心よりお喜び申し上げますおめでとうございますありがとうございます大学のオンライン授業など日々お忙しく過ごされている中で今日このような場を設けていただきましてありがとうございます これからますますご活動の場を広げていかれると思いますが、そのあたりの抱負などについて、率直なお考えやご意見をお聞かせいただければと思っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは質問に入らせていただきます。 ご成年を迎えられたお気持ちをお聞かせください。成年皇族として公務や行事に取り込まれた感想と、今後の活動や抱負についてもお聞かせください。はい、まず、お答えに先立ちまして、昨夜の地震により亡くなられた方がいらっしゃることに、いらっしゃると伺いまして、心が痛んでおります。ご遺族の皆様と被災された方々に 心よりお見舞いを申し上げますでは質問にお答えいたします昨年12月1日に成年を迎えましてまず二十歳という節目を無事に迎えることができましたことを嬉しく思っておりますそして今までのあっという間なようで長くも感じられる充実した月日を振り返りますと これまでの経験はこれまでのあらゆる経験は？多くの方の。支えやご協力があってこそ、成し得たものであると身をもって感じております。これまで様々な形で支えていただき、青年を温かく祝福してくださった皆様に心よりの感謝をお伝えしたいと思います。 誕生日当日は成年を迎えたという実感がまだあまり湧いておりませんでしたが12月5日の成年行事の折に天皇陛下より勲章を親受していただきまして初めて身につけたときに勲章の重みをひしひしと感じて身の引き締まる思いがいたしましたそして新年には成年皇族として初めて新年祝賀の儀に参加出席しまして また年末から年始にかけてはいくつかの宮中祭祀にも参列いたしまして初めてのことばかりで緊張もございましたし、えー、これまで両親から話を聞くだけであった行事に自分が参加しているということには少し不思議な心持ちがいたしましたけれども自分が成年皇族の一員であるという自覚が芽生え個々の行事に 責任感感を持って望ままなななければならいないと感じたた瞬間でございました今後につきましては、まだ大学生でございますので、当面は学業を優先させていただきながらにはなりますが、一つ一つのお務めを大切にしながら、少しでも両陛下や他の皇族方のお力になれますよう、私のできる限り、精一杯勤めさせていただきたいと考えております。 ご自身の性格や長所、短所について具体的なエピソードを交えてご紹介ください日々の生活で興味のあることや趣味国内外の出来事で関心のあることについてお聞かせください、はいえー、私の性格は友人や周りの方からは穏やかであったり無邪気と言われることが比較的多いような気がいたします長所は 自分ではなかなか気づきにくいものでございますけれども、えー、事前にこのご質問をいただいたので、じっくりと考えてみまして、えー、強いて申し上げるなら、どこでも寝られるところでしょうか、以前、栃木県にある那須の御用邸に行き、その着いた晩に、縁側にあるソファーで寝てしまい、そのまま翌朝を迎えたなんてこともございました。 短所といたしましては今のエピソードからお分かりかもしれませんが、えー、自由にのびのびと育ったようで少しマイペースな部分があるところだと自覚しておりますまた小さい頃から人見知りなところがございますのでこれから頑張って克服することができればと思います普段は飼っている生き物のお世話をしたり 時間があるときには音楽を聴いたり、運動をしたりして過ごしております。昔から体を動かすことが好きですので、父と一緒に敷地内をジョギングしたり、以前は家族3人でテニスをしたり、現在は新型コロナウイルス感染症の感染対策を徹底しつつ、職員とマスクを着用したまま、バドミントンやバレーボールをしたりすることもございます。 日々の生活では、緑豊かなところにに住んでで、おりまますす。のの自然には興味がございます異教の後、敷地内を探索する時間がまだ十分には取れておりませんけれども皇居にはどのような生き物が生息しどのような生態系が広がっているのかということはとても気になります。 また国内外の関心事につきましては近年自然災害が増えまたその規模も徐々に大きくなってきていることを心配していますそのような中でボランティアとして被災地で活躍されている方々の様子をテレビなどの報道で、えー、目にしましてそう自分の住んでいる町であるとかないとかに関係なく人の役に立とうと 懸命ににに活動されている姿に非常に感銘を受けました,また私の親しい友人にも東日本大震災で被災した福島県の復興支援にボランティアとして携わっている友人がおりまして私自身、えー、災害ボランティアなどの,災のボランティアにも関心を持っておりますそしてもう一つ 盲導犬や聴導犬といった働く動物たちにも、学校主催のイベントや動物についてのフォーラムの折りなどに触れる機会がございまして、動物好きの私といたしましては、心惹かれるものがございます愛子さまにとって、天皇皇后両陛下は、どのようなご両親ですか、思い出や日々の会話についてご紹介ください。 両陛下や上皇ご夫妻をはじめとする皆様から皇室の一員としてのあり方をどのように学ばれていますか両親は私の喜びを自分のことのように喜び私が困っているときは自分のことのように悩み親身に相談に乗ってくれるような私がどのような状況にありましても一番近くで寄り添ってくれるかけがえのないありがたい存在でございます。これまで たくさんの愛情を注ぎ、育ててくださったことに深く感謝しております。また、両親と話をしておりますと、豊富な知識や経験に驚かされることが多々ございまして、また、両親の物事に対する考え方や人との接し方などからは学ぶことが多くございます。両親との思い出といいますと、 やはり私の学校の長期休みに出かけた旅行のことが真っ先に思い浮かびますどの旅行も非常に思い出深いものでございますけれども静岡県にある静岡県の下田市にある須崎御用邸に行き海で泳いでいるときに綺麗なお魚の群れを発見してみんなで鑑賞しましたりまた須崎の海は ほとんど波のない穏やかな海でございますけれどもサーフボードを海に浮かべてそこに3人で座る挑戦をして見事全員で落下した思い出などお話しし始めると日が暮れてしまうかもしれません日頃から家族ではその日にあった出来事などいろいろな話をいたします最近では北京オリンピックやパラリンピックを観戦して その試合の様子について話したり感動を共有したりいたしましたアスリートの皆さんのひたむきに競技に打ち込まれる姿や夢の舞台を最大限に楽しもうとされる姿にはたくさんの感動や希望そして勇気をいただきましたまた両親と一緒に飼っている犬や猫と触れ合う時間も 私の心安らぐ時間になっていると感じておりますこれからもペットを含め家族で過ごす時間を大事にしてまいりたいと思っております続きまして皇室の一員としてのあり方をどのように学んでいるかということでございますけれども私は幼い頃から天皇皇后両陛下や上皇上皇后両陛下をはじめ 皇室の皆様が国民に寄り添われる姿や、えー、真摯にご公務に取り組まれるお姿を拝見しながら育ちましたそのような中で上皇陛下が折に触れておっしゃっていて天皇陛下にも受け継がれている皇室は国民の幸福を常に願い国民,の国民と苦楽を共にしながら務、えー、めを果たすということが基本であり 最も大切にすすべき精神であると私は認識しております国民と苦楽を共にするということの一つには皇,族の皇室の皆様のご活動を拝見しておりますと被災地に心を寄せ続けるということであるように思われます先週で東日本大震災から11年の時が経過いたしました。 街には徐々に活気が戻ってきているようにも伺われますけれどもいまだに2500人以上もの方の行方が分かっておらずまた4万人近い方が今もなお避難生活を続けていらっしゃいます被災された方々の心の傷が癒えるのは容易なことではないと思いますしまた時間を要するものであると想像されます そういった苦難の道を歩まれている方々に思いを寄せ続けるということも大切にしていくことができればと思っております。また、皇室の皆様は歴史であったり生物であったり児童文学であったりさまざまな福祉活動に携わっていらっしゃったりとご自身の関心のある分野を深めていらっしゃいます。お一方お一方がそれぞれぞに 専門とされるような分野をお持ちでいらっしゃってその深い知識を公的なお仕事にも役立てられているご様子を拝見いたしますとこのような立場にこのような立場で研鑽を積むということの意義をお示しくださっているように思いますその他にも行事の際など皇室の皆様にお目にかかった折には皆様のご所作や立ち居振る舞いを おそばで拝見し、そのなさりようをお手本とさせていただきながら、少しでも皆様に近づくことができますよう、努力したいと思っております。問四、大学生活について伺います。どのような分野に関心を持って学ばれていて、新型コロナウイルスの影響をどう受け止めていらっしゃいますか。海外留学や大学院進学など今後の進路について、 夢や目標をお聞かせください私は現在学習院大学の文学部日本語日本文学科に在籍しております。本学科では2年次に日本語日本文学系と日本語教育系の2つのコースに分かれ私は前者の日本語日本文学系を選択いたしました。日本語日本文学の日本語学の方は 日本語のルーツや文法など日本語に関する基礎的な事柄を幅広く学習しております。一方の日本文学につきましては、平安時代から昭和初期にかけての多様な文学を通して、さまざまな考察を深める授業であったり、気候文を民族学的な視点で読む授業などを履修しております。関心のある分野はいまだ模索中といったところではございますが、 以前から興味を持っておりました「源氏物語」などの平安時代の文学作品物語作品をはじめ古典文学には引き続き関心を持っております。この約2年間新型コロナウイルス感染症の蔓延により多くの学校関係者先生方や学生さんがさまざまな面で不便を感じつつ 試行錯誤しながら学校生活と向き合ってこられているのではないかと思います。私も現在、大学の2年目を修了したところでございますが、感染防止の観点から、普段は大学には通学せず、全科目をオンラインで受講しております。学習院大学では対面授業を再開している教科も一部ございますが、そのような授業については、 対面とオンライン両方の受講を可能とするハイブリッド形式により授業の同時配信をしていただいておりそういった先生方のご配慮のおかげで学業が続けられていることをありがたく思っております新型コロナウイルス感染症の感染拡大が一日も早く収束しこのような厳しい状況が落ち着いた先に少しでも不安の少ない環境でみんなが 有意義な学校生活をを送るるるここととのできる未来が待っていることを願っててい願おります。最後に私の今後の進路につきましては現時点ではまだ考えがまとまっておらずこれからの大学生活を通して知識を広げながら自分の興味を深めていく中で決めていくことができればと思います問いをご自身の結婚についてどのようなお考えをお持ちでしょうか 理想の時期やパートナー像があれば合わせてお聞かせください。小室真子さんの結婚の経緯をどのように受け止められましたか結婚は、私にとっては、まだ先のことのように感じられ、今まで意識したことはございません。理想のお相手については、特別これといったものはございませんが、一緒にいて、お互いが笑顔になれるような関係が理想的ではないかと考えております。 眞子さんの結婚の経緯につきましては、条件の儀や納采の儀などの儀式を行わない運びとなったのは、天皇陛下や秋篠宮皇子殿下のご判断によるものと伺っておりますので、私から発言することは控えさせていただきたいと思います。眞子さんは、私の10歳年上でございますので、物心ついた時には、すでに頼りになるお姉様のような存在で、 周りを見渡し、自ら率先してお手伝いされる姿が、特に印象に残っております。また、私が生まれた当初から、同じ敷地内に住んでいらっしゃいましたので、赤坂のお庭で一緒に遊んでいただいたことや、折りふれて、楽しくお話をさせていただいたり、ゲームで盛り上がったりしたことは、私の眞子さんとの大切な思い出でございます。幼い頃から、 いつも変わらず、明るく優しく接していただいたことをありがたく思うとともに、いとことして末長いお幸せをお祈りしております。先ほど、両陛下とのご関係の中で、愛情深く育てていただいたとか、ちょっと楽しいエピソードもご紹介いただきましたが、愛子さまがこれまで歩んでこられて、困難に直面されたときに、両陛下からどんなお支えや、言葉があったのか。また、 愛子さまがお生まれになったときに、皇后さまが生まれてきてくれてありがとうとおっしゃったことをご存知だと思うんですけれども、今、二十歳になって、愛子さまが逆に両陛下にお伝えになりたい言葉がもしあれば、お聞かせください。そうでございますね。具体的に、どのような言葉というのは、ここでは差し控えさせていただきたいと思うんでございますけれども、そうですね、両親は、私が、 どのような状況にありましても、いつも、いつも、私の気持ちに寄り添ってくれて、また、そうですね、何か問題に直面した時は、その問題に真剣に向き合ってくれまして、私の意見や、その考え、気持ちを尊重しつつ、的確なアドバイスをくれたように思います。そして、両親からもらった大きな愛情や励ましが、そのような時に、 私の支えになっておりました,また両親にどのような言葉を伝えたいかというご質問でございますけれども母の「生まれてきてくれてありがとう」という言葉にかけて私も「産んでくれてありがとう」と伝えたいと思います。またこれまで両親にはさまざまな機会を与えていただいたり私の成長を愛情を持って温かく見守ってきていただいていて。 何,でしょう何と申しますか両親のそういった両親の生活面で支えてくれてるところなどにも深く感謝してますのでそのことについてお礼を伝えたいと思いますそしてこれからもどうかお体を大切にこれからも長く一緒に時間を過ごせますようにという言葉も添えたいと思います以上でございます 緊迫度を増ししてて、おりましてウクライナの多くの方が犠牲を強いられ核の脅威にさらされているのが今の現状なんですが愛子さまどのようにこのような情勢をご覧になっておられますかそうでございますねウクライナ国内で多くの尊い命が失われていることに非常に心を痛めております現在の国際情勢は厳しいものがございますが天皇陛下が お誕生日の記者会見の折におっしゃった言葉をそのまま引用同じ言葉をお伝えしたいと思ってちょっとメモを見させていただきますお誕生日のご会見では国と国との間ではさまざまな緊張が今も存在しますが人と人との交流が国や地域の境界を越えてお互いを認め合う平和な世界につながってほしいと願っているというお考えを示されましたが 私もこのお考えと同じ思いでおります。今、広島の話もしていただきましたけれども、私は中学3年生の時に広島を訪れ、原爆ドームとそれに併設する平和記念資料館を訪れましたが、その時に見た、その目を覆いたくなるほどのとても凄惨な、凄惨なその光景を今でもはっきりと覚えております。その時に、 平和の尊さを改めて強く感じまして、私は今でも平和への強い願いを持っております。以上でございます。この度は新型コロナもあり、ウクライナ情勢もあり、昨日は地震もあった。そのような中で今日の会見でどのようなことを大切に準備に臨まれたのか、また天皇皇后両陛下からのアドバイスがあれば教えてください。 どのようなことを大切に準備したかと申しますと、事前にいただいた一つ一つのご質問に対して、なるべく、具体的に自分の言葉で、自分の思いを皆さんに知っていただけるように伝えたいと思って準備してまいりました。その準備にあたっては、両親から、もうちょっと、この言い方は、こっちの方がいいんじゃないかとか、ですとか、そういうアドバイスをいただいたりして、 そうでございますね。はい、いただいたりしました。また、天皇陛下や皇后陛下、両親が記者会見に臨んだ時の体験も踏まえて、こういう風にすると、緊張が少し和らぐよ、などのアドバイスをもらったりして、それを、今少し実践できているような気がいたします。以上でございます。差し支えなければ、どのようなことで緊張が和らぐのか。 そのことをお聞かか。せいただけますかえーと父から聞きましたのは何というんでしょう聞いてくださっている皆さんお一人お一人の顔を見ながらこう目を合わせつつ自分の伝えようという気持ちを持って話していくというのがコツだというふうに他にもございますけどそのようなことをいろいろ教えていただきました以上でございます